U から23日本代表 MF 松木久喜21イコール FC 東京がアジア王者として今夏のパリ五輪に臨むことを誓った。大岩ジャパンは1日日本時間2日パリ五輪アジア最終予選を兼ねる U23 アジアカップ決勝のウズベキスタン戦3日イコール同4日に向けて調整を行った。 準決勝のイラク戦に2対0と解消して8大会連続の五輪出場を決め、練習後に取材に応じた松木は、おめでとう、と連絡が来た、と友人から多くの祝福メッセージが届いたという。ただ五輪切符は手にしても、今大会で見据えるのはあくまでもアジア王座。ウズベキスタンは今大会、無失点できているので、自分たちがしっかり点を決めて優勝したい、と宣言した。 さらに、パリに繋げられる試合をしたい。アジアの1位と2位で行くのとは全然別物なので、しっかりアジアを取り切ってパリに行きたい、と力説。決勝の結果はタイトルを手にすることに加えて重要な意味を持つ。本大会の組み合わせ抽選はすでに行われており、日本は優勝した場合、パラグアイ、マリ、イスラエルと同じ D 組に、敗れて準優勝の場合は、スペイン、 エジプト、ドミニカと同じ C 組に入る。優勝候補のスペインやアフリカ予選の比較でマリより上位のエジプトと対戦する C 組はできれば避けたいところ。そのため本大会を見据えても勝っておきたい一戦だ。今後は五輪代表の最終メンバー入りへサバイバルが始まる。今来ているメンバーもすごくレベルが高い選手が多い。 でも自分もメンバーに入りたい気持ちが強いので、個人のパフォーマンスもしっかり出していけるようにしたい、とやる気満々の松木。優勝を決める一撃に期待がかかる。